俺がやってるのがアートだみたいな風な考え方をしたことは一回もないです。仏像を彫る人とかそういうもの作る人何でもそうだと思うんですけど、ただそれを僕は入れ墨を彫る、ただ作る入れ墨の職人。ハロー、グモニー、グモニー。 OK、フライタンプです。最初に入れ墨に興味持ったのは高校ぐらいですかね。その自分に入れたいっていう欲求と自分がやってみたいっていうその感覚も出てきて、堀氏のところに行って通いの弟子というか絵とか見てもらって勉強というか、それをずっと 6,7 年ぐらいですかね続けてっていう感じですね。なんとなく海外行ってみたいなってなんとなく思ってて、飽き性っていうか日本にいるのがなんかずっとすごい嫌だったんで、怖いっていうのはあんまりなかったですね。それよりも行ってどうなるか分かんないっていうことを考えてるのが楽しいっていう感じで、そのオランダのビザが取りやすいっていうのを見て、ああこれは行けるかもなと思って来た。ブルーコイ and is then changing into a dragon.昔の日本はそのタトゥーマシンがなかったんで、自分で針組んでそれでやってた。手で一個一個刺すか、マシンでミシンみたいに上下運動指導してるのかの違いなんですけど、機械の場合はこう上下運動だけなんですけど、手彫りの場合は跳ねるんですね。だからその分ちょっと深く色が入るっていうか、長期間抜けにくいって言われてるんですけど、マシンとか性能が10年前20年前と比べると劇的に上がってると思うんで、どっちがいいのかは分かんないですけど、まあ自信持ってたって言ったら、まあ、今もあるかって言われたらそんな微妙ですけど、まあある程度こう水準を超えた仕事ができるようになってきたのは多分10年過ぎたぐらいからだと思うんですね。今後自分がどうなっていくのか、来年なんとなくこれやろうぐらい、半年とか1年後ぐらいまでは考えてますけど、もう2年後とかはもう全く何も考えても分かんないんで、こういうのをやったら人がいいって言ってくれそうな作風に寄せようと思ったことは一回もないですね。自分がやりたいのをやって、人がその後いいって言ってくれたら嬉しいぐらいですね。まあお客さんと自分が一番いいと思ったのをやる、それだけですね。